風が吹いた。任せたぞ、郊外殿。孫権様、孫策様、そして殿、わしはみんな見てきましたぞ。三代の燃えるロボイヤーやらいでくる。敵は慌てふためいておる。伝統へ早々追撃するか。我らにお任せください。うん、しかし、すでに手を打ってありますゆえ。郊外殿、いかがなされた？
すまん、打ち漏らした。だが、諸葛亮殿が後を。諸葛亮が？奴、何を考えている？